大根島の溶岩水道2021年3月26日撮影大根島の溶岩水道は島根県松江市厚河町を底にある国の特別天然記念物に指定された溶岩道である国の天然記念物に指定された溶岩道穴は日本国内に全13件ありそのうちの大半を占める11件が富士山山6の山梨 静岡の2県に集中しており、残りの2県が島根県大根島にある大根島の溶岩水道と大根島第二溶岩水道である。本記事で解説する大根島の溶岩水道は地元では有機道と呼ばれている。溶岩道は環状のトンネルになっている、旧道と直線上の振動が連結した複雑な形状をしており、総延長は206.6メートルである。 1931年7月31日に国の天然記念物に指定され、その後の1952年3月29日には国の特別天然記念物に格上げされた。この溶岩洞窟は古くから知られていた旧道と1925年に新たに発見された新道で構成されているが、いずれも約20万年前の同時期に形成された同一のものである。 かつては、富士山麓に多数ある溶岩洞窟と同じように、溶岩流の表面が冷えて固まった後に、まだ固まらない内部の溶岩が、傾斜面に沿って流動し、外角の下部を破って流れ去った空洞と考えられていたが、大根島の溶岩洞窟では、溶岩流の中に含まれる発泡した火山ガスが集合して複数の空洞を作り、 これらのガスが移動することによって複数の空洞同士が連結されたもの、ガスの圧力によって表層部の溶岩層を持ち上げて形成されたガスタマリ空洞であると近年の調査によって考えられるようになった。2021年現在一部崩落の可能性があることに加え、道内に耐水する水位が高い状態が続いているため、危険防止のため道口の周囲には 金網が設置されており、一般の入道は禁止されている。大根島の溶岩水道末市大根島の溶岩水道の一大根島の溶岩水道は、島根県と鳥取県にまたがる関湖である中海に浮かぶ大根島のおそこ地区に所在する。地方地区は大根島の南東に位置しており、国の特別天然記念物に指定された大根島の溶岩水道は、 地方地区の海岸に近い民家が密集する住宅街の中に道口を開けている。この道口は道内の天井の一部が陥没してできたもので、地元では有機道、または大根島第二溶岩水道と区別するため、第一溶岩水道とも呼ばれている。中海に浮かぶ大根島と江島の二島は、約22万年前から19万年前の3万年間に渡って、 噴火を続け形成されたもともとは同一の火山島で、年性が非常に低い玄武岩からできている。大根島を覆う溶岩層の厚さは約80メートルほどもあるが、大きな河口などから噴出したのではなく、多数ううある小規模な溶岩噴出口から薄い溶岩流が流れ出し、徐々に重なってできたもので、この第一溶岩水道、 道口付近の天井に見られる二層のクラストは薄く、中上摂理の形成も貧弱であり、これらのことは大量の溶岩を噴出するような、活発で大規模な火山活動ではなく、溶岩が流水のように湧き出す、穏やかな火山活動であったと考えられる。大根島のマグマは深いところから噴出したと考えられていて、溶岩の中には多数の気泡が含まれている。 溶岩は地中部核から噴出する際、周囲の水分を捉えながら地表に向けて上昇してくるが、その水分が摂氏374度220気圧以上になると水蒸気から気化する。その際、気化した気体が溶岩中に入り込むので、地上に噴出した時にはちょうど炭酸飲料を開けた時に発生するような気泡が溶岩中に多数生じる。 そのため大根島の溶岩は、すべて、非常に多くの細胞が空いた、多孔質の玄武岩の溶岩である。この発泡したガスがより集まって、空洞を作り、これらガスの充満した空洞同士が、ガスの移動によって連結し洞窟状の形状になった。本溶岩水道の陥没したように見える洞口部は、ガスだまりの広い空洞部が、ガスの圧力によって天井部の薄いクラストを、 突き破って吹き上げた時に崩壊したものと考えられる。その際に、わずかに流入した柔らかい溶岩流の痕跡が残っている。入道禁止のため、道口の周囲は金網が設置されている。2021年3月26日撮影。特別天然記念物に指定された以降も、大根島溶岩水道の形態や規模など詳細な全体像は、 十分に解明されていなかった。2003年、当時の八塚町教育委員会は、大根島に2つある国指定天然記念物の溶岩洞窟の調査を、富士山火山洞窟研究会へ依頼委託した。富士山火山洞窟研究会は、山梨大学大学院教授で、地盤防災工学の専門家である村上幸都氏、 山梨県文化財保護審議会の小川隆則など、主に山梨県側の藤山山六に点在する国指定天然記念物の溶岩洞窟や溶岩樹形などの調査や保護保全を行ってきたメンバーで構成されており、一時は荒廃していた国指定天然記念物の聖古川掘り穴及およびコウモリを1998年に整備防災対策。 一般公開といった一連の事業を行った実績があり、大根島にある二つの溶岩洞窟の保護、保全、そして公開の是非について、検討模索していた八塚町教育委員会から調査を委託された。富士山火山洞窟研究会による大根島の現地調査は、同年8月29、30日の両日にかけて行われた。道内の一部が水没しているため、 調査に先立ち八塚町教育委員会は、大型ポンプ1台、小型ポンプ2台を使用して、排水を行い、振動で約50センチの減水を実施した。調査の主な趣旨は、立ち入り区域と禁止区域の線引き、立ち入り可能区域における危険要因の特定、それら危険要因の除去方法の提案を行うことを念頭に行われた。天然記念物指定石碑 画像奥に道口の金網。このように民家の立ち並ぶ場所に所在する。2021年3月26日撮影。大根島の溶岩水道と第二溶岩水道の位置を記した空中写真。大根島の溶岩水道は大根島南東のおそこを港近くにあり、第二溶岩水道は島の内陸中央部にある。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成大根島の火山は粘性に乏しい、玄武岩質の流動性に富んだマグマであり、本堂は横幅がある割に天井が低い、横断面が扁平なかまぼこ型と呼ばれるタイプの溶岩洞である。大根島中央にある同等最高標高点のう塚山は、噴火活動の最末期に火山灰を吹き上げてできたスコリア球であるが、 大根島の火山は活動期間中の排出物はマグマが主体で火山灰や火山溺はほとんど見られなかったため本堂を構成する岩盤には脆弱で崩れやすいスコリア質の部分を局部的にも全く持たずそればかりか摂理などによるクラックの発達も小さいただし詳細な目視調査により弓道の セスリと呼ばれる付近の天井部において、開口幅1センチから2センチ程度のごく小さい、クラックを伴った、剥離状の浮き板が6箇所確認された。しかしこれらは、周囲の岩盤と連続しているため安定が保たれており、落盤等の危険性は低いと考えられた。本堂の防災面で問題となるのは道内に常時、滞った耐水で、 前述した通り今回の調査に先立ち排水が行われたものの水位が下がった状態の水深は、旧道では30センチから40センチ、新道はそれより深い50センチから80センチほどであった。この水の水位は近くにある地合港の潮位と連動していることから、道内の一部が中海の海底と連結している可能性が考えられている。 道内の耐水中には道口から長年の間に流入した土砂などによるヘドロが平均して15センチから20センチほど堆積しており道内壁面下部や底面の調査は不可能であった報告書には入道者がこのヘドロに足を取られる危険性を指摘しておりヘドロの春節の検討が必要であるものの春節には 多額の経費がかかるため、特に浸水の激しい振動については当面の間、立ち入り禁止の措置を取ることが望ましいと提言しており、仮に一般に公開する場合でも、水位を必要以上に下げることは、これまで長期間にわたり水と接触してきた道内環境を変えることになり、洞窟の強度に影響を与える可能性も否定できないとし、公開にあたっては、一般の入道は許可制にし、 安全確保のためガイドの同伴、ゴムボート等の使用を検討すべきであるとしている。また、かつて本堂には、ミミズハゼの一種である、洞窟ミミズハゼロイショウモビアスアルバス通称、メナシ魚と呼ばれる、洞窟性魚類が生息していたが、1952年8月に確認されたのを最後に見られなくなり、2003年の富士山火山洞窟研究会の調査の時点でも、 確認することはできず、島根県の作成したレッドデータブックによれば、絶滅に分類されている。道内の計測は、水位と天井の低さから、正確さに欠けるものの、一般的な火山洞窟簡易測量として設定した、基線を中心に、左右上下の計測数値をもとに簡易平面図、横断面図及び縦断面図が作成された。その結果、 感情の弓道も直線上の振動も床面の構造がほぼ水平で、シャドもほとんどなく、弓道の迷い字と呼ばれる先端部のみに溶岩流入の痕跡が確認された。新旧の洞窟は2つの指導で連結しているが、いずれも洞口付近で合流した高圧ガスが溶岩表層の下にガス溜まりと思われる形状をしており、新旧の洞窟は一体のものと考えられる。 冒頭に記した総延長206.6メートルはこの喫線をもとにした値である。一方、道口付近には溶岩流の内部で発生したガスが集結して、一旦は固まった溶岩の殻を突き破って大気に放出された痕跡が多く残されており、本溶岩洞窟形成時の状況を知る上で貴重なものであり、保存の必要性を指摘している。これらのことから、 大根島の溶岩水道の成員はガス圧力で氷層溶岩層を持ち上げて形成されたガス溜まりによる空洞であると結論付けられた。ありがとうございます。